素早い敵に遅い武器？アホじゃね？え、どここれ？どここれ？どここれ？ガーディアンたちの巣窟に来た。待って待って待って。ガーディアンたちの巣窟に来た。はい。あ、ダメージ受けた。ちょっと待って。ダメージ受けるの当たり前だけど。あ、開いた。やっつけたら開いた、向こう。間違えた。はい、リモコン爆弾。これでなんか食料もゲット。ふう。混乱した、混乱した。あ、ここに置くのか。あ、なるほど、ここに置くの。あ、ここに置いたら、ここに。なるほどね。そう、えい、何、どこ、誰。え、なんかめっちゃ撃たれましたよね。お、あ、ここ、あ、ここね。ええー、私わざわざ上に持って上がっちゃったんや。こっちか。え、何？同じような部屋が。こっちはこっちでまた別？あいつだ。あいつだ。下にいたら撃たれないだろう。ね。ここはあの目みたいなやつないの？ちょ、とりあえず。え、何？どっか開いた。あれだ。オッケー、ほんで、はい、降りてこいよ。降りてこいよ、降りてこいよ。私がやっつけたるわ。ヘイヘイ。はい。オッケー、ガーディアンアークスゲット。あ、え、なに、まだ、まだ目が。あ、あそこ。あ、あそこにも。この二つ？あ、上まで上がってく。この二つか。これが外から見えてた。これが外から見えてたエレベーターのやつだ。ちょい待ってね。とりあえず、あの目もやっつけよう。ん？これは木の夜会？おし。これでここできたんじゃないの？違う？お。おっしゃ、できたー。ふう、長かったよ。シーカーストーンを確認しました。残りの制御端末はあと1個。あと1個、あもうと1少個しもだもうあっよ。たもんね。ね。もう少ーし。あれ欲しいんやけどさ、あれ。あー、ボールをわざわざ向こうに持って行ってしまったことが悔やまれるな。ね。あれや、あれ。あるやん、ボール。ちょ、待って。あそこにあるやん、ボール。ちょ、待ってね。こっち側やんね。ほいほい、オッケー、オッケー。さあ、ボール持ってくよ。ふう、あと一個。でもって、あと一個の制御端末ももう見つけとるけん。もうできたも同然。イェーイ。さあ、早く私を上に運んでおくれ。これこれこれ。これを持って、はい。はい、危ない。危ない。これはこの丸っこいところに置けばよろしいわけね。よし。一旦これ下に投げ落としとけばいいんかな。あ、違うわ、これか。危な。あれ？でも、ここに電力来てないよ？え、二つある？あ、もし、え、二つあるんだ。ってことは、こっちにもあるってことか。なるほど、なるほど。ちょっと待って。早く、早く。ああ、置いてかれた。こっちにも多分、途中の、あ、あそこら辺に多分ある。片方が宝箱で片方が多分あのボールやね。
オッケーオッケー。二ついるのか。早く降りてきて。ちゃんと各階で止まるわけやね。ほい、オッケー。とりあえずこっち側に。あれ？ん？あれ？あー、待って、ボールあれだ。ボールあれだ。あれか。ちょっと待って、早く。もう一回ちょっと。もう一回通り、ちょっと。こっち側やったよね。よし、次こそ。あ、なるほど、なるほど、なるほど。あっち側とは違う感じなんやね。一番上の階に置いてあるんや。じゃあ、ささっと取っております。はい、来た。はい、来た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 。ふぅ。これであとは下まで。降りて降りて。降りて、そこか。ふう、これで。はい。開く。おお、来た来た来た。最後。これで最後。シーカーストーンを確認しました。よし。制御端末はこれで全部だ。やったね。メイン制御装置を立ち上げられるようになったよ。やった、これでやっとメインに。新しく光っている大きな印があるはずだよ。まあ、要はあの真ん中のとこに行けばいいってことやろ。けどさ、油断すんじゃないよ。分かっとるよ。どうせあれやろ、今度は雷のカースガノンとかが出てくるんやろ。前が風のカースガノン、前が風のカースガノンやったもんね。多分そういう何かしらがあるんじゃないかなとは思っとるけん大丈夫。ふー、やっとだやっとだ。これでとりあえずあれをひっくり返さんといかんわけよね。真ん中をこれぐらい動かしたらいいんかな。あー、どういう状態なんだか、何がなんだか。へい、これでオッケー。体力は無事やかし、ミファーの祈りもある。よし、挑もう。え、またあれかな、爆弾矢が必要になるんかな。そんなに持ってないぞ、私。おぉ。多分、何やった？ルバッタじゃなくて。こいつの足元を止めるときに使った爆弾矢をまた使わねばならんのじゃないかな。雷には爆弾みたいな。バーナボリスよ。え、なんか、え？え？強そうじゃね？え、なんか風より強そうじゃね？やっぱ雷やけん。あんたはこんなところで終わるわけにはいかない。あ、てか待って、私防具。違う。私の、防具がさ、防御力がみたいなやつなんやけど、ちょっと待って。先に服変えとくね。服をか、3、5。5か ?7。ハイリア系。ハイリアのズボン。あ、こっちの方がいいんかな？一緒か。ゾーラのスネアテやもんね。フード、ハイリアの服。以上かな。いや、え、早すぎじゃね？ね、いやいやいや、惑わされる、惑わされる隙もなかったけど。ちょっと待って、55。
ゴーゴー。いや、とりあえずどこだよ。えい。いや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 。あの、カチコチ、カチコチ焼き山菜。この辺ちょっと食っといて。待って、何、どこ、何がどうなってる。いや、早すぎだって。え、早すぎじゃね？ってかダメージ与えれてます？与えれてねえよな。何？どこ？え、あいつ下降りてこないの？ね、あいつ下降りてこないの？何その、うえい！ちょ、油断させるのやめて。油断させるのやめて。ちょ、この辺もったいないけんさ、条件物に。ちょ、びっくりするんですけど。どこ行った、どこ行った、あ、あれか。はい。なんでしょう。なに？え？なに？なんでもないの？なんで呼んだの今。え、なんで呼んだの今。気をつけろってこと？もうちょっと静かにしてくれないかな。えい。やっぱ爆弾じゃないといかんのかな。これ攻撃かわせる？かわせねえんじゃね？待てって。攻撃当たらんって。食うって言われても。無心の体験おっそ。え、待って、無心の体験おっそ。やりきれないんか、私。全然ないね。遅い武器しかないね。素早い敵に遅い武器？アホじゃね？アホじゃね？そういうもんなの？そういうもんってどういうもんだ？ほら、こんな遅い武器で私挑もうとしよる。いや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 。あ、これちょっと。その調子？ほんまに？あ、待って。なんか雷。なんか雷。ちょ、下降りてきて、下。なんか攻撃パターン変わった。ちょ、これ近くに来た時に頑張って。剣を当てるしかないよね。お、畳みかけます。頑張ります、姉さん。へいへいへい。もうあれだよね、無理やりだよね。うい、やべえやべえ。ミファの祈りとかはまだ発動してないよね。発動してはいない状態だよね。それならいいんだけど。え、何？雷の攻撃はなんかあれだね。遅いね。人のこと言えんけど。雷、なんかすげえゆっくり近づいてこう、あれ。ちょ、早く起き上がって。起き上がるスピードが遅い。起き上がるスピードが遅い。大丈夫です。私、あ、何？盾がなくなった、あいつ。何？携帯が変わる？ね、あいつ盾なくなったよ。ちょっとなんか雷がパワーアップした感があるんですけど。雷遅いとか言ってごめん、ちょっと。なに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 ？あの部分におったら雷に当たるってこと？ちょ、おいおいおい。これはさ、うえい。待って待って待って、あ！え？これは、あの上に、私が行かんかったら、向こうからは来てくれないってことですか？待って待って、あの、えい。これ、向こうから来てくれないってことよね、多分。うえい、びくそ。
の。あっと。待って。ちょ、ガノン。あ、おっと。ちょ、ガノンさん、こっち。ガノンどこ？ガノン降りてこいや。何どこ行った？ウェイ。ちょ、待って、もう一回。もう一回ちょっと、ガノンの近くに。うおおおお。あ、ちょっと待って。マジで？でも私さっき盾壊しましたけど、あれダメなの？あ、なるほど、盾復活してる。どうやったらいいのあれ。やっぱ普通の矢じゃダメってことか。うん、打ち込まれる。とりあえず上の方までやってきてみたんやけど、普通の攻撃じゃ防がれるってことは普通じゃない。電気じゃダメなんか。ちょ、氷で挑んでみるわ、私。どこ行った？ちょ、待って、近いから。えい。はぁ。ちょ、待って。うえっ！やっぱ雷のダメージ半端ないな。どこ行った？あそこね。あ、待って、ここ。カッチこっちどこだ。あ、これか。違う、スタミナ。スタミナ。カッチこっち焼き山菜。あ、体力は回復せんのか。なるほど。うい。あ、弓が。あっという間に食料もなくなるね。大量に作っておいたやつが。これはどうすればいいんだ？これを跳ね返せたりとかはせんよね。無理だから。あの雷をやつ自身に跳ね、え、やっぱ跳ね返し的な、そういう。いやー、無心の体験落とした。どこ持った？無心の体ミファあ、も、あ、あそこか。待って。間違えた。あっこにある。虫の体験、あっこにある。あっこの上に落としてる。どうやってやつ自身に食らわすの、雷。はい、虫の体験。雷をやつ自身に。え、じゃあやっぱり雷の矢でいいんじゃないの？違う。いや、でもあの雷をなんよね。
れ私弓どっか落としてる？弓装備してないのか。いやしてるよね。外すじゃない。うわ、うん、ダメだな。やっぱ全て防がれる。これ外にいてもなの。どこ行ったの？ん？中に入らないと現れないの？あそこに。あ、もしかしてあれか。あの、ビタロック？間違えた。え、違う。ビタロック鉄柱をやつの近くに持ち上げれるの？鉄柱。あ、鉄柱マグネキャッチ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。